はい、えー。皆さんおはようございます、えー。46日間チャレンジ行政手続き法完全制覇の27日目、入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。27条は行政不服審査法の審査請求の話が出てきますからね。えー、ちょっとこちらも合わせて確認していくことにしましょう。弔問手続きの中で、まあ今まで見てきたわけなんですけれども、例えばなんですけれども、そうですね、行政の職員に対して質問をしたいとき、誰に許可を取らないといけなかったですか そうですよね。主催者の許可を取らないといけないっていう規定ありましたよね。主催者に対して、ね、私質問したいんですけれども、行政の職員に対して、なんていうことで、当事者とか参加人はですね、質問をすることができました。ただ、主催者の許可を取らないといけなかった。だけれども、主催者が例えばそれを許可しなかったとしましょう。えー、あなたは発言してはいけない。え、なんでですかえー、私は質問しちゃいけないんですか ダメです。こうやってね。えー、このような形で許可されなかったとか。あるいは、補佐人と共に出頭しようと思って、これも主催者の許可必要だから、主催者に許可してくださいと言ったら、いや、ダメですと補佐人と共に出頭することが許可されなかった。 あるいは参加人として聴聞に出頭したかった人物がいて、利害関係人でね、利害関係人の中で聴聞に参加したいんだと、こういうふうに手を挙げたら、これもまた主催者が許可しなかった。あるいは、これね、現実的にあり得るのが、18条の文書の閲覧請求ってありましたけれども、文書の閲覧請求を行政に対してですね、行政庁の持ってる書類出してくださいなんていうことで、閲覧請求をしたら、そしたらそれも拒否された。 意外とね、行政って、 手のうちの、まあ、意外とというかですね、まあ、そんな感じすると思うんですけど、手の内にあるですね、そういった書類関係、見せたくないんですね、えー。結構ブラックボックスの中でやりたいっていう思いがやっぱあるもんですからね。えー、ですからなかなか出さないんですよ。ですから文書の閲覧請求したんだけれども、それも拒まれたとか、挙句の果てには、聴聞聴書や報告書、主催者が作る書類ありました。あれは当事者とか参加人はですね、閲覧請求をすることできましたよね。でねだから閲覧 請求をしたたらそれれもダメですとかって言われたこのような形で、弔問手続きの中がグダグダだったとしましょうよ。弔問手続き、なんかこの条文で、なんか保障されてるっぽいことが全然認められなかったんですけど、文句言いたいですね。文句言いたいですよね。だけれども、文句言いたいと言ったときに、じゃあ行政不服審査法に基づく審査請求なんかができるのか、不服申し立てというのができるのかというのが、第27条の規定になります。 もう一度申し上げると、この聴聞手続きの中で行われた処分え。それは何かというと、例えば先ほど文書の閲覧請求をしたら拒否されてしまった。とか、あるいは主催者に許可を求めたら不許可だというふうに言われてしまった。あこのような形で不許可処分が下されたとしますよね。ただし、これは聴聞手続きの中で行われたことなんです。 で、聴聞手続きっていうのはあくまで不利益処分決定がされるまでの不利益処分っていう本ちゃんの処分ね、えー。この不利益処分がされるまでの中間のですね、手続き、意見陳述の機会ですよね。 この中間の付随的な処分とか言ったりとかするんですけど、付随的な過程の中で行われる処分、付随的な処分なんかに関しては、じゃあ行政府副審査法に基づく審査請求とかはできるんですかっていうと、できないというのがこの27条の規定なんです。 もう一度申し上げますけれども、この27条の規定というのは何を言いたいかということなんですけれども、もし仮に弔問手続きの中でですね、行われたことがおかしいということであれば、不利益処分が下された後に、不利益処分の取り消しを求める審査請求。 不利益処分の取り消しを求める不服申し立て、これを起こすことはできるんですよ。いいですか不利益処分、本ちゃんのその不利益処分に対して不服申し立てをすることはできるから、その不服申し立ての中で、いや、そもそもね、弔問手続きの中で文書の閲覧請求させてもらえなかったんですよ、と。あるいは、いや、補佐人と共に出頭しようと思ったら、出頭も許してくれなかったんですよ。それはね、審査請求の中で主張していただいて構いませんよ。 はい。えー、ということで、27条の条文確認してみますと、 お、この説の規定に基づく処分またはその不作為についてはっていう書き方されていますけれども、要するにこの聴聞手続きの中で行われた処分とか、あるいは不作為ですね。えー、文書閲覧請求したんだけれども、うんともすんとも言わない不作為状態であるとかあ、こういったことについて審査請求できませんよと。お、先ほど申し上げたように、不利益処分に対して審査請求をするのであって、その不利益処分決定に至るまでの過程であるですね、中間的な処分、付随的な 処分、聴聞の中で行われたようなこの処分とか不作為のことですね聴聞の中で行われたようなことに対しては不服審査法に基づく審査請求できませんよとこういう風に言っていますあくまで争いたいのであれば不利益処分について審査請求をする不利益処分についてその審査請求をしてその中でですねこの聴聞手続きにおいてまあ、不備があったんだとかですね聴聞手続きにおいて質問が許可されなかったんだまあそれはですねその不利益処分に対しての不 審査請求の中で、えー、主張すべき内容なんだはい、えー、これが27条の規定であったということで、まあ今日は以上にさせていただきますけれども、もう少しだけね、えー、これあの行政不服審査法の9法にも関わる話。で、もともとね、この行政手続法って、平成26年のその行政不服審査法の改正前は、ここ2個あったんですよ。 えー、今、えー、1個だけのシンプルな条文になってますけれども、実は2個があって、で、それが、ま、なぜ消えたのか、なんていうことについてはあ、後編のところで、まず少しね、細かい話になっちゃうので、後編のところでお話をさせていただきたいなというふうに思います。はい、えー、今日は以上にさせていただきます。お疲れ様でした。